1517年のジェッタ行為戦は、ポルトガルのインド洋艦隊がジェッタを攻撃したが、オスマン帝国が支援していたマムルーク朝の海軍と、中東軍によって撃退された戦いである。ポルトガルの脅威に対し、マムルーク朝のスルタン、アシュラフ・カーン・スーフ・ガウリーは、アミール・フセインあるイコール・クルディを司令官に任命して、ジェッタの防備を固めさせた。フセインは素早く、 市街を守るための強固な石壁を築いた。また、トルコ人の海軍軍人、セルマンレースは2000名のレバンテ人と共に、1514年にマムルーク町の海軍に参加し、ジェッタを守るための艦隊を編成した。1513年と1517年にアデンを占領しようとしたが失敗した、ポルトガル艦隊は、季節が合わなかったので1513年には、 チェッタに進軍できなかった。ポルトガル海軍は好条件となる季節を見定めると、1517年に、航海に入り、イスラムの二大聖地であるメッカとメディナの外交である、チェッタを攻撃した。ここで、トルコ艦隊を破れば、航海でポルトガルを阻む者はいなくなるはずだった。しかし、有名なアフンソで、アルブケルケに代わって、インド総督に任命されたロポソアレスであるベルガリアが、 指揮する約37隻のポルトガル艦隊は、ジェッタ港の入り口の狭さと、その入り口を制する大砲の威力に直面することになった。突破を開始したポルトガル艦隊だったが、港の入り口の要塞とジェッタ中流のトルコ艦隊の砲撃に対抗できなかったため、港に入れなかった。要塞には、オスマン帝国で製造された大型のバジリスク砲が設置されていた。これは、 全長が5.5メートルや6.6メートルもあり、重さ5キログラムもの砲弾を放つことができた。これが、ポルトガル艦隊の接近を効果的に妨げていた。ジェッタ攻略を断念した後、キロ、ポルトガル艦隊は、ソマリア北岸のゼイラを攻撃、破壊した。この戦いの後間もなく、リダニアの戦いに勝利したオスマン帝国は、マムルーク朝を滅亡させた。 ジェッタを含むヒジャーズ地方もオスマン領土となった。必然的に航海を勢力圏としたオスマン帝国はポルトガルの脅威と戦う義務をも引き継ぐことになった。1520年にディオゴロペスでセケーラの指揮下にある24隻のポルトガル艦隊が再び航海に入ろうとしたが、機関はアデンとバブエルマンデブ海峡の間で事故により損傷した。風向きが悪く、 ジェッタに向かうことができなかったポルトガル艦隊はアフリカ沿岸を航行しエチオピア王国に向かうポルトガル大使をマッサワに上陸させるとすぐに航海から離脱した。ありがとうございます。